不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。難しくはありません。これはですね、難しそうに見えるだけなんです。これはですね、漢字が羅列されているだけで、聞かれていることは大したこと聞かれておりません。住宅貸担保履行法は見かけ倒しのワンパターンやろう、そういうふうに覚えておいてください。田中亮先生の不動産大学令和5年問45住宅貸担保履行法編ということで、このチャンネルは完全独学に心の資格を取った元上場企業のトップ営業までやら、私が宅建をはじめ資格職に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、今日も今年の試験問題の解説を進めていきたいんですけども、今日やりたいのはですね、問45の住宅貸担保履行法でございます。これはですね、もう苦手にする人多いんです。で、今年の問題もですね、なんか難しかったなっていうふうに思っていらっしゃる方もいるかもしれないんですけれども、ここはですね、ちょっと最後に言いますが、難しくはありません。これはですね、難しそうに見えるだけなんです。これはどういうことなのかっていうところもですね、含めていろいろと解説をしていきたいと思います。来年受験する方ですね、絶対にこの分野について苦手意識持たないでください。ここはですね、難しくないんですけど、難しそうに見える、そういう分野だというふうにですね、思って聞いていただければと思います。それでは早速いきましょう。宅建業者 A が自ら売り主として、宅建業者でない買い主 B に新築住宅を販売する場合に関する次の記述のうち、特定住宅貸担保責任の履行の確保に関する法律の規定によれば正しいものはどれか。いきますよ。1、A が信託会社または金融機関の信託業務の権営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅建業を営むものである場合、住宅販売貸担保保証金の供託または住宅販売貸担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。はい、どうでしょうか。はい、この選択肢ですね、長いんですけど、何を聞きたいかというところがちゃんと理解できれば解けると思います。はい、ではいきますよ。答えは、はい、×でございます。この問題はですね、単なる過去問の周回知識だともう引っかかっちゃうと思います。これですね、 A が信託銀行とか信託会社だった場合にどうなるかっていうお話なんですけども、これらはですね、宅建免許が不要で宅建業者というふうに見なされます。これはですね、宅建業法よりもより厳しいですね、法律のもとにですね、仕事をしている人たちなんですね。これ信託会社とか信託銀行の方たちっていうのはそういう人たちなので、こうランク下のですね、宅建業法のですね、免許なんていちいち取らなくても届け出すればいいんだぜっていう感じのイメージでございます。だいたいここまではですね、問題集とか過去問とかやってらっしゃれば、まあ、覚えている人は多いと思います。で、ポイントはここから先なんですね。重要なのは免許が不要というだけでですね、その他の宅建業法とか住宅貸担保履行法は適用されるってことなんですよ。全部適用されないってことじゃないんですよ。単に免許はいらないというだけでございます。免許は言いませんけど、宅建業法は守ってねっていう話になってるんです。ですからですね、この選択肢であるようなですね、特別扱いはもちろんないということなんでございます。ここはですね、なんか信託会社とか信託銀行とか、あ、ここは免許いらないんだよねっていう知識だけだと、免許いらないから別にこういう普通の宅建業者に適用されるような制限っていうのも聞かないんだよなっていうふうに単純に覚えてしまってる可能性があるんで、そういう人は間違えちゃうんですね。そうじゃありませんので、免許はですね、なくても宅建業者とみなされますけれども、ルールは守らなきゃいけないということでございます。続いていきますように、A は住宅販売貸担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに B に対し供託所の所在地等について必ず書面を交付して説明しなければならず、買い主の承諾を得ても書面の交付に変えて電磁的方法により提供することはできない。はい、どうでしょうか。はい、いきますよ。答えは、はい、×でございます。それ今年はですね、電磁的方法について徹底的に攻められたと思います。でですね、ここは完全に私の方でですね、マークして動画をもう出してましたので、もう過去動画ちゃんと見ていた方に関してはですね、本当余裕だったと思います。来たっていう感じだったんじゃないでしょうか。はい、過去動画のですね、この部分です。いきますよ、こちらです。住宅貸担保履行法で出てくる書類なんですけども、これまさに最近やったやつなんですけども、新築住宅の売り主業者にですね、保証金の供託か保険関与によってですね、視力加工措置をですね、義務付けている法律なんですけれども、以下の書類がですね、電磁的記録による提供は可能になっております。こちらです。1、住宅貸担保履行法に基づく説明。これはですね、保証金を供託している宅建業者は、売買契約を締結するまでの間に、買い主に対して保証金を供託している供託所など一定の事項について書面を交付して説明をしなければなりません。で、この書面についてもですね、買い主の承諾を得て電磁的方法での提供が可能になっております。そして2、保険加入の場合ですね、保険に加入した方法でですね、視力加工措置を取った場合に関しては、売り主業者が
保険法人と保険契約を締結した場合、保険証券またはこれに代わるべき書面を飼い主に交付しなければなりませんという規定があるんですが、これについても電磁的記録によるものの提供が可能になっております。はい、このようにですね、あらかじめ承諾を得れば電磁的方法による提供はこれ可能になっております。これですね、わざわざ動画でですね、ちゃんとしっかり説明してます。ここはぜひですね、解いていただきたかったという感じの問題でございます。電磁的記録がですね、可能か不可能かっていう問題は来年もおそらく出ると思いますんで、ここに関してはですね、まあ、最新の法改正も今後ですね、ありましたらお伝えしていきますけども、必ず来年の受験生さんはですね、電磁的記録が可能かどうかっていうところは必ず頭に入れながらですね、勉強していただければと思います。続いて3、A は住宅販売貸担保保証金の供託をする場合、当該住宅の最寄りの供託所へ住宅販売貸担保保証金の供託をしなければならない。はい、どうでしょうか。意外とですね、ここ過去問で聞いてきてないですね。結構珍しい選択肢ですね。この住宅貸担保履行法の中ではですね、これ珍しい聞き方してきました。はい、これはですね、分からなくてもできれば推理をしてですね、解いていただきたいんですけど、はい、いきますよ、答えは。はい、これ×でございます。ここはですね、本当に意外と過去問で盲点になってます。過去問の周回だけだとですね、住宅貸担保履行法で多分この知識が出てこないと思いますね。これは住宅貸担保保証金の供託についてですね、聞く問題っていうのは過去よく出ているんですけども、どこの供託所に供託するのかっていうことはですね、私が調べた限りですね、なんか出てこなかったですね、過去問で。多分あんま聞いてないと思います。これはですね、保証協会の問題なんかだとですね、どこに供託するかっていう問題よく出るんですけど、住宅貸担保履行法のですね、こちらの供託についてはですね、あんまり聞かれたことはないです。まあこれはですね、推理して解ければ一番いいんですけども、これ当該住宅の最寄りの供託所じゃないですよ。これなんとなくですね、供託について理解できていればですね、そうじゃないよなっていうふうに推理できるんじゃないかなと思います。これはですね、宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所でございます。まあこれは保証協会のところでですね、しっかり勉強していればですね、応用知識でなんとかここもですね、対応できたんじゃないかなというふうに思います。続いていきますよ、4。AB 間の売買契約において、当該住宅の構造体力上主要な部分に貸しがあっても、A が貸担保責任を負わない旨の特約があった場合においても、A は住宅貸担保保証金の供託または住宅販売貸担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。さあ、どうでしょうか。これはですね、非常に重要な選択肢でございます。いきますよ、大丈夫でしょうか。はい、答えは、はい、丸でございます。この選択肢がですね、超重要です。来年ですね、受験する方絶対ここ押さえておいてください。この選択肢のポイントはですね、新築物件っていう点なんですね。これですね、問題文に書いてあるんです。これ新築住宅って書いてあるんです。ということはですね、売り主は引き渡しから10年間ですね、担保責任を負うということなんです。ここにまず気づいておりましたでしょうか。これ負わない旨の特約のようにですね、買い主に不利なものはもちろん無効になります。ですから負わない旨の特約っていうふうにですね、これ選択肢言ってますけども、これ買い主に不利ですから無効になります。ということはどうなるかというと、当然ですね、住宅貸担保保証金のですね、供託または住宅貸担保責任保険契約の締結を行う義務を負うということでございます。これはもう選択肢その通りでございます。これはですね、そういう特約してもですね、ダメでございますので、こういったですね、義務を履行する必要があるという形になります。このですね、住宅貸担保履行法の問題に関しては難しく感じた人もいるかもしれませんけども、はっきり言います、気のせいでございます。これはですね、住宅貸担保履行法というのは毎年ですね、苦手意識持つ人多いんですけども、その原因はですね、難しいからじゃないんですよ。これ難しそうに見えるからなんですね。どういうことかと言いますと、住宅貸担保履行法っていうですね、漢字の羅列がそう思わせるんです。このですね、選択肢全部見ていただいても分かるんですけども、漢字がとにかく多いんです。これ住宅貸担保履行法の問題っていうのはですね、漢字がとにかく多いので、もう選択肢というか問題文をですね、パッと見ただけで、ああもう難しそう、やりたくないっていうふうに、こうもう勉強してる時から思っちゃうんですね。で、本試験でも思っちゃうんです。これはですね、もう非常にもったいないです。安心してください。これはですね、聞いていることは過去問とほとんど同じでございます。ここはですね、住宅貸担保履行法で1問しか出ないので、正直ですね、問題は結構マンネリ化してます。なのでちゃんと対策取れば答えられるんです。それなのにですね、結構苦手意識持っちゃう人が多いのは、この漢字の羅列に騙されているからなんです。これはですね、漢字が羅列されているだけで、聞かれていることは大したこと聞かれておりません。なのでですね、来年受験する人はですね、絶対ここの苦手意識持たないでください。住宅貸担保履行法は見かけ倒しのワンパターン野郎、そういう風に覚えておいてください。ということで、また明日。